ここは大阪府吹田市です。今回結構地元というか、結構ニッチなネタなんですけれども、阪急バス吹田市内線に新しい停留所ができたんですよね。2023年7月16日から、できたということで、まだ1ヶ月経ってないですよ。今日は8月1日なんですけど、なんでその新しい停留所が今回ね、そのバスにちょ乗ってみようかなということで今回やっていこうと思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。一応ね、大阪府吹田市、ここはあのサイデラ南ヶ丘公園って、公園なんですけどもね、こんな感じで暑っ、猛暑や。地元かといえばそこまで地元ではないんですけど、いつもあの動画スタートするとき大阪駅とかね、そういうところでスタートして、そこよりはまあ断然近いところです。で、なんでこんなところにあの新しい、バス停ができたんかっていうことなんですけれども、ここ結構ね、あのマンションとか、今目の前にあるんですけど、で右側には住宅街とかもあって、そこに住んでる方の、利用客をね、求めてというか、そこからあの利用する客を、利用客を、なんていうか、私は暑くてなんか、わけわんこと言ってるんですけど、見据えて、バス停ができたんかなと思うんでね。乗る人いるのかもちょっとあんまりよくわかんないですけど、じゃあ早速そのバス停ね、向かっていこうと思います。これね、ちゃんとあの吹田市非核平和宣言都市ってあります。そう、やっぱこうしてみたらあのマンションとか結構多いですよね。で、そこ目の前あの関西スーパーで、あの関数って呼ばれてる、あの大阪、関西住んできたら絶対知らん人はいないってぐらい有名なスーパーが、あるんですけど、美味しそうなパン屋。じゃあ着きました。ここが阪急バス吹田市内線の新しい停留所、サイデラ南ヶ丘です。いや、すごいな。あのこのガードレールとかもすごい綺麗し、こんな感じで後から後付けしたような、歩道というかね、コンクリートも新しいですね、これ。で、こっちはあの JR 吹田とかの方面なんです。あっち、向こう側かな。あ、そう、向こう側も新しいです。あれがあの岸辺、JR 岸辺とかの方向以降の逆方向のバス乗り場ですね。すごい。まだね、あのできてから1ヶ月も経ってないから、すごい停留所もこれ新しいわ。阪急バスサイデラ南ヶ丘。でここにあの路線図と、発車時刻表があります。ここは基本的にあの JR 吹田駅、南口かな、北口とかも行くやつもあるんですけど、基本的に発着しているということ で、 目の前にあの、しゃぶしゃぶ屋のしゃぶよとかファミマとかあって、後ろにはあのマンションもあるんでね、この裏があのさっきのサイデラ南ヶ丘公園なんで、この辺住んでたらね、すぐに行く。お、バス来た。止まんのかな。あ、過ぎてった。これあれなんです。あの、路線バスって、これまであの動画でご覧になってる方だったらわかると思うんですけど、鉄道と違って、その、乗り降りする乗客がいなかったら、通過していくんですよね。そう、終点駅では絶対止まるんですけど、これ途中駅で乗る人、降りる人いなかったら、そのまま停留所通過していくっていうのが、路線バスならでは。なんですよね。いや、すごいわ。で、一つちょっと謎やなと思ったことがあるんですけど、ここがあの停留所で、そこあの空いてると思うんですよ、ガードレールが。そこはバスの乗降口、乗り降りする扉のあるところだと思うんですけど、バス1台止まったらここであのスペース収まると思うんですけど、もう1台なんか待避感ができるようなスペースがあるんですよね。これ何のために使うのかよく分かんないんですけど、多分ラッシュ時とかバス2台ぐらいこう来た時になんか対応できるように、なんかこんなスペース設けたんかな。あんまりこの辺混むイメージないんで、そうなんですよね。ちょっとこれよくわかんないですね。なんか路中とかなんか増えてき、路中する車とかなんかこんなんつけたら出てきそうなんですけど、これは一体何なんでしょう。1台やってきました。
あ、なるほど、こう入るためか。2系統の JR 吹田駅北口行きです。あ、やっぱ降りる人いるわ。いますね。おー、すごい。降りる人はいたんですけど、乗る人はいなかったですね。まあ、ちょうど反対方向からやってきました。もう止まんのかな。止まらなかったですね。2台ぐらい今見たんですけど、乗る乗客も降りる客もいないです。この長系統の阪急千里山駅行きがやってきました。すごいな、白ナンバー。これには乗らないです。12時55分発の JR 吹田駅南口駅かな、それに乗っていきます。ここから阪急千里山駅ってあんまり遠くないんですよ。まあ、歩いてでも行こうと思えば行ける距離なんで。55分かと思ったらこっちの時刻表は53分になってるんですよね。なんでなんやろ、ちょっとわかんないですわ。これですね、やってきたんで乗っていきます。さっきの折り返しか、これコーラのマークが特徴。はい、じゃあ乗っていきます。さっきのカンスの前にもう一個バス停があるんですよ。神山手町って言うんですけど、こっちの方が圧倒的に持ってくる乗客多いですわ。
今乗ってきたバスは、北口まで行くんですけれども、今回この JR 吹田駅南口でね降りました。でここは JR 吹田駅なんで、まあ、東海道本線 JR 京都線のまあ乗り換え駅になってます。で今目の前にあるのはこれメロード吹田っていうめちゃくちゃでかいタワーマンションなんですけどね、上見上げないと見えないぐらいでかくて、まあ、吹田市のシンボルみたいなもんですね。じゃあ今回は阪急バスのね新しい停留所、西寺南ヶ丘からね、まあ、乗ってきました。そうですね、まあ、多分まだ停留所できてから1ヶ月も経ってない、あること存在すら気づいてない人も結構多いと思うんですよね。そうだから今後、まあ、今日とかはまあ2人ぐらいかなしかいなかったんですけど、まあ、今後利用者もどんどん増えてくるんちゃうかなと思いました。まあその停留所前にはマンションとか住宅街とかもあるんでね。そうで、まあ、この JR 吹田駅から若干ちょっと距離も離れてるんで、やっぱりバス使うとね便利やと思うんで、いや今後利用者が増えてくれたらなと思いました。はい、じゃあ興味がある方はぜひね、この新しい停留所から阪急バスね乗ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで動画終わりたいと思います。ありがとうございました。